おはようございます。妻ゆきです。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター、今日はデイ92。昨日俺服の動画撮るっつって完全に忘れてました。朝起きて忘れてたなと思って起きました。どうもすいません。とりあえずパッと着てみたんだけど、これ俺がやってるシガビリっていうブランドの、ロンティーですね、これね。これ S ですね。確かね、いや、最初に断っておくと、俺がやってるシガビリって受注生産なんですよ。ウェブで、ベースで買えるんですけど。なので、俺の手元にあるものがめっちゃ少ない。手元にあったとしても、友達にあげちゃったとかで、現物が全然ないので、あるやつだけって感じで。全然順番とか決めてないけど、とりあえずこれ、ロンティーですね。このサイズもね、多分ね、大きくしたりちっちゃくしたりして、これ多分試作品の中の一つだと思うんですよね。ガバガバやな。これ山登り決めるとか、そういう以前からこのデザインにしてましたからね。もう決まってたんでしょうね、その時点でね。富士山登るのと、これ富士山じゃないですけど。これマウントシガーっていう名前です。で、ちょっと、まあ、昨日も着てたやつで申し訳ないんですけど、これが一番新しいやつだな。これ、フェルメールの、パーカーですね。サイズは多分 2XL だと思いますね。これ、黒と白と紺と、あと何かあったと思います。ほんで、ですね、できたはいいもの。このサイズに統一したんだっけかな。これなんかラグランのやつですね。このちっちゃいサイズにしたんだっけかな。まあ、ウェブベース見てください。ラグランの、マウント T ですね。他に俺が手元で持っとるやつ何があったかな。ああ、
着替えてから来ればよかったな。これサイズ L。 はい、これあのシガビリンのタイトルのどこにも書いてないですけど、タイトル何やったかな、タイトル忘れました。宇宙飛行士の、あ、ナサティや、ナサティ、ナサティ、ここら辺がタイダイ染めになってて、これ黒、ですけど反転した白のここもあって、だから青、ピンク、グレー、黒やったかなの、4種類のこのベースに、それぞれ黒版と白版とあるっていう、全部で8種類あるみたいな T シャツですね。はい、俺はあのグレーをよく着てる全然覚えてねえな。はい、そんな感じですね。他には何があったかな。でも俺が手元に持ってるのこれぐらいだと思う。あの灰色よく着てるっていう、まあ、あの洗濯してますけど、洗濯カゴに入ってますけど、まああとあの俺の左手をプリントしてる煙ティーってやつと、他に何があったかな。そんなとこかな。はい、あの他にもなんかトートバッグだったりなんだったりみたいなやつもあります。ヘカトンの T シャツもあったんですけど、残念ながら廃盤になってしまったので、一応手元にあるやつを着てみるか。だから来てから来ればよかった。これヘカトンの最初に一番最初に作った、T シャツですね。これはあの安井に怒られましたね。なんでそんな好み分かれそうなデザインするんっつって、ジョローグもですね、グッ、これも最初に作ってですね、ここら辺なんかちょっとハゲてますけど、これもなんか、骸骨、こうなってる骸骨です。はい、こんなとこでしょうかね。これはあのもう俺とあとはもう買ってくれた人しか持ってないっていう、もうあのこの
ジョログモもそうですけど、うん、まあこんなとこかな。まあ興味あったらあのベース見てください。シガビリーとあのヘカトンのベースはそれぞれ別々であるので、あのまあちょっと改めて、今日はこんな感じで、あの改めてまたこうなんていうか、あの、ちゃんとまとめた動画を出そうかなと思いますが、はい、今日は走りに行って風呂入って、みたいな感じです。それではどうぞよろしく、どうぞよろしくっていうほどのもんでもないですけど、はい、こんなのもありますという感じです。シガビリーの、アカウントはですね、インスタと、まあ、ツイッターにも少々みたいな感じのがありますんで、なんかそっちにもあのこう服着て、まあ、かっこよく撮影したようなやつがありますから、まあ、あれでしたらあの見てみてくださいという感じですね。新作もなんかぼちぼち出したいですね。髪の毛が絡まった。はい、まあそんな感じで今後ともよろしく。デイ91、92スタートです。ふう、今日は夜ヘカトンの新年会でしたわ。ちょっと行ってきます。動画新年会です。仕事いいやろ。